ここが墓所だ。中には外敵の侵入、墓所が機能している以上それを避けることはでき。入る前に一つだけ聞きたい。アルビース、僕の家系はね、代々後家に使う未来の姿を見て。ホムスの君がか。そう、それについての来歴はまた今度。それに未来が見えると言ってもいろいろと準備という君はそんなことはない。うん、僕の場合は最初は漠然としているけど、それが近くなるにつれて。なら多分僕の近い、現に僕はこれから起こるという殿下の危難は見えない。メリアの危難が見えないって。そう君、あ、偶然君たちの危難が見えたのが運が良かったと言える。あれは偶然かよ。でも君は、モナドの伝承は皇居に古くから伝わる。巨神の剣であったモナドは使用者のその思いを増幅し、この世界の根源原理であるエーテル干渉することでその念を現実ならしめるものらしい。モナドはその力ゆえか、遥か昔にハイエンターによって封じられた。それが長い年月を経てやがてホムスの手に。それは果たして偶然なのか。巨神の剣を去っ、巨神は、酵素を祀った祭壇は幾重にもなる封印の先、いかような試練が待ち受けているのか。12周期ぶりの来訪者よ。生命と来訪目的、メリア遠心行為を継ぐ資格があるや否や、コースの来訪者の意図を了解した。古からの霊がなさしめる力か。空気が緊張している感じがするな。さっきも言ったように、ここから先には外敵の侵入を拒絶する防衛機構があって。なんだこれって、あ、えThank you.
我が末裔よ、よくぞ参った。我が末裔では、あなたは？その思考だが、酵素は何？無論我は聖ある存在ではない。我は酵素の人格の記録。生きてそなたと対面していれば、こう話したであろうと。わからない、何を言っているのか。だが、あなたの言葉には私を偽ろ。もちろんだ。今私の人格が感じているのは複製とて喜び。遺伝解析の結果、前回の解析より8世代分の進化と推定。希望。巨神が我らに与えた役割は、その呪縛より自由になるためには、他の特定配列に仕掛けられた次元装置を解除していくほかを。何を言っておられる。分からずともよい。そなたこそはハイエンターを導く。こそ陛下、期待しているぞ。ふん。そなた何者だ。ここには高家の者以外入る。私は皇妃殿下の陪臣だ。殿下のご命令に決まっているだろう。母上の栄妃の子のブホムスの根血でありながら皇位を狙うと。なんであんなところに落とし穴があるんだよ。だから言ったじゃないか、防衛機構があるって。ひどいよライン。知らないもの、何でも触るのダメも。子供じゃあるまいし。出だしからいきなりだなんて普通気がつくか。てかビジョンはどうした。ビジョンはお前ら二人とも未来が見えるんじゃなかったのかよ。そんなこと言われても。そうそう便利には。ったく使えねえ力。あ、そういう言い方するんだ。元はといえ主力が正しいもん。な 100% 正論、うん、まあ全員無事なのは不幸中の幸い。さ、気を取り直して進もう。多少回り道にはなるけれど、こっからでも墓所の奥には行く。そうだね、急ごう。
Thank you.
なんだあれは。ビリビリしてるもん。攻撃はしてこないみたいだけど。何が起こったの？おい、あれを見ろ。こいつも防衛機構なのか。差し詰め墓所の番人ってところだろう。どうやら私たちを通す気はないみたいね。メリアが待ってるんだ。こんなところで立ち止まるつもりはない。そうだ、さっさと片付けようぜ。ひどい目にあったぜ。こんな調子で本当に追いつけるのかよ。誰かさんのせいで本来皇族が使うルートとは違うルートで来ているからな。誰かさんってラインのことだもん。うるせえなおっさん、わかってるよ。まあ大丈夫だと思うよ。このルートでも儀式が行われる祭壇にはつけるはずだ。ただ遠回りしてるのも確かだからね。急ごう、一刻も早くメリアに追いつくんだ。Thank you.
が油断は禁物だぞ。ここで朽ち果てるのだからな。
Thank you.
で終わると思うな。行け、行って一人でも多く道連れにしろ。いかん、テレシアの崩壊に巻き込まれるぞ。何？びっくりしたぜ。アルビース、ありがとう。どういたしまして。シルク、なぜここに？モナドが教えてくれたんだ、君が危ないって。間に合ってよかった。おいシルク、さっきのやつ見当たらないぞ。あの者、蓄電したか。シュルク、みんな感謝する。よく来てくれた。リキも嬉しいもん。メリアちゃんの危機に間に合ったもん。これでこそ勇者だもん。おっさん、調子乗りすぎだぜ。以上が偽らざる墓所詣の顛末に。そうか。ですが全ては状況証拠。巨神教異端審問第47代。かつては裏から広告を意のままに操その血統は遠の昔に皇妃殿下におかれましては現在救命近く救命院にて。うん、世自ら神教義母上。メリアよ。はい。そなたは無事墓所詣を終わらせ。ですがそれはシュルクたちの。カリアンから報告は受けておる。何ら皇位継承に陰りを指すようなことはなかったとな。自信をお持ちください皇太子。兄上、明日立体式を執り行う。その刻は、はい。メリアよ、我が子よ。サイエンターとホムスの血を受け継ぐそなたこそ。なんとかメリアちゃんの危機一発に。そうだな。気になること？ああ、なぜメリアが皇太子に選ばれたかってことさ。本来なら兄貴のカリアンを選ぶのが筋だろう。現に確かにそうね。カリアンは皇太子には十分な器だ。それを置いてまでメリアを選ぶ理由、当のカリアンですらそれをの。そうね。失礼します。シルク殿、皇主陛下がお召しです。お、来た来た来た。皇主陛下は謁見の場でお待ちです。シュルク殿、何より異民族の身でありながら、いやメリアへ大儀であったな。いえ、大事な儀式であったのに僕たちのようなよそ者が水を。過保護者だなあれ。そなたのような潔い若者に出会え。それもまた
為政者として書くべからざる徳といえ、聞けばそなたは。はい、僕らの故郷は復讐か。はい、正直だな。立てた誓いを飾り立てるつもりはありません。ですがそれは僕たちホムスの揺るがぬか、シルク殿。そなたはも僕に我々の始祖たちがこの世界神である巨神と異界の神である鬼神との間に激しい戦いの伝承はホムスも知っていよう。はい、子供の頃よく聞かされ、戦いの果てに二中の神は相打ち、その後ムクロウ大地として巨神界の生物は少しずつ数を増やしていき、やがて僕たちが生まれたと。その巨神がアルビースもそのようなことを言ってました。予言官の予見だけではないんだ。マクナでの一件、テレシアは巨神と共にこの世、テレシアはエーテルの乱れを、もしそのなぜ今になって、あれは始祖が記した。ここにはこう書かれ、万物の祖エーテルの乱れる時、その兆しを見落とすなかれ。兆しは巨神の剣に現れる。万事に留意し、これを封ずること、永劫の繁栄を約束するものなり。巨神界で生きる者たちの生き死にもまた、おそらくは鬼神、そしてそなたたちホムスは巨神の剣モナドの封を解き、鬼神、確かにそうですが、分かっておる。これは事実。この碑文は、詰まるところ鬼神界巨神は生きている。遠からぬ未来、巨神は目覚め、日夜巨神界で生きる者すべてが滅、そうだ、故に鬼神界の信仰ならば、その思いは僕らも同じです。陛下、メリアから監獄島に行くには陛下の許しが必要であると聞きました。その許し、言って何とする。見たんです、ビジョンで。このモナドが顔つきの鬼神兵を切り倒す。僕はあいつらを倒したい。そうか、その監獄島にはモナドと同様、高家の始祖たちが封じたもう一つのものが眠って、当時の記録も失われ、それが何かは今となって、それも巨神の目覚めと関係あるのでしょうか。分からぬが、始祖たちが封じた以上、シュルク殿、今少し考える時間、我々とて今同じ大地に住む同胞としてホムスをないがし。わかりました。この国にも事情があること、たとえ監獄島に行くことが許されなくても。すまぬな。いえ、それと、はい、これは公衆ソレアン・エンシェントではなく、メリアの支えとなってくれとまでは言わん、ただあれの友として、これから勝手な願いである。はい、それは。テレシアが動き出したか。はい、やつめ、モナドとの接触を図るつもりか。フェイスの調整は、黒の修復は完了しています。ネメシスはどうか。それはモナドを持つホムス、エルト海に上がったそうだな。はい、だとすれば行く先は一つ、もっとも奴が解放するとも思えぬが、いずれにせよ、いかに小さき目であろうと継ぐに越したことはない。ちょうど試したいものもある。これより巨神界侵攻作戦を開始する。
今の光景は。そう遠くない未来であるかと。メリアがいた。メリアが見知らぬホムスの者たちと共に騎士兵と戦っていた。はい。あのホムスのフルーケンは、もしや、そして母の場所は。ビジョンは兆し、意志の力で変えることもできましょう。いずれにせよ見極めが肝心だな。このコートを、そして我らの希望を守るために。おい、あっち見ろよ。今度は飛行機械だぜ。鳥の人の乗り物すごいもん。ノポンの大鳥よりビュンビュンだもん。まあそりゃそうだろうな。おい、あれメリアじゃないか。さすがに威厳あるな。我々と旅していた少女とは思えない。でもこれがあの子の本当の姿なのかもね。一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友として、これから先も恋にしてやってほしい。そんなことないよ。どっちもメリアなんだよ多分。予見していたの、アルビース。何を。不愉快だわ。怒らないでよ。僕はただ彼らを見極めた。それは必要なことだろう。君の探求員の邪魔はしていない。むしろ協力してあげたんだけどね。あの方の前でもそう言い切れる。情報は十分取れたはずだよ。あの程度のテレシアでは彼らには勝てない。そう、幾清掃積み重ねられた執念の前にはね。調子いいね。最初からこうしてくれりゃいいのによ。しかしなんだあいつ。新参にしちゃ大行ないでたちしやがって。まあいいさな。こっちはあいつのもだえ苦しむ様さえ味わえればな。律儀じゃねえかい。機械の分際でよ。これでメリアも皇太子ってわけだ。めでたしめでたしだな。そうね。でも私たちの目的は、うん、そのためには監獄島に行かなきゃならない。ビジョンがそう教えてくれているんだ。なあシュルク、もう一回お願いしに行けよ。こうしてメリアの剣だって型がつったんだ。講師だ。うん、ライン、講師は時間なら待とうぜ。あれがただの島じゃないってのは俺たちにだってわかる。きっとそ
んだよ、おっさん、やぶから棒に。リキ、しばらくメリアちゃんに会う。きっとメリアちゃんもリキに。まあ確かに。行ってみる、シュルさん。そうだもん。わざわざ来てくれたのか。あ、メリアちゃん、メリアちゃん立派だったもん。リキ感動したもん。そうか、自分ではよくわからなかったが。素敵な庭ね。この花壇や噴水のデザイン、コロニーシックスが復興したらぜひ。亡き母上が好きだった庭だ。亡きって、皇妃陛下は私の本当の母ではない。ハイエンターの皇家にはな。ハイエンターとホムス、私は英妃の子。つまりお前たちホムスとハイエンターとの根血なのだ。メリア、メリアちゃん、ここに。ああ、幼い時からな。私はこの養子上、表立っては歩けぬから。この離宮はなんで表立って歩いちゃいけないんだ。ホムスの血が混じっているからか。ね、それは俺たちホムスのものの考え方だ。文化が異なればおのずと倫理観。それで公の場では、あ、うん、シルク、あと半時もしたら宮中晩餐会が開かれる。うまうまなもの食べれるも。もちろんだ。そいつはありがてえ。さっきから腹が鳴ってなんかワクワクしてきたぜ。ちょっと、会場でさもしい真似だけは。そいつは無理な注文ってもんだ。何しろラインだぜ。え、いくら何番でもそりゃひどいよ。私は先に行っている。時間になったら迎えの。ありが。あ、ん、なんだシュル。いや、おかしなやつだな。シェルク、皇主陛下が。父上が。まさかビジョンが。シェルク、あの塔、監獄。おい、この警報は何だ。騎兵が。
に入られてからじゃ遅いだろ。何事か。はっ、騎士兵の一軍が接近中との報告を。何だと。鍵合い。はい。これで今こそ我が運命を受け入れ、その防備を固めるのだ。シルク、話せ。僕が見たビジョン、監獄島、あの場所で。監獄島？何故地？まさか、高級へ行くぞ。父上を止めなければ。鉄拳の前へ行く。待って、メリア、僕らも。メリアか。皇家を守護する釈状が。兄上。陛下は単身監獄島に赴かれた。このコートを守る。何故一人で行かせたのです。陛下は知っておられたんだ。アルビース、自らの身に何が起こるのかを。そしてまさか君が。そう、代々予言官が。知っててなぜ陛下を。それが後継を、ハイエンターを滑る者の責務だからさ。僕らはその崇高な意志を尊重。だからって。分かってくれ、シュルク殿。それが。シュルク、行くぞ。ダンバンさん、責務だと。そんなものと人一人の命とどっちが重てえの。お前もお前だ、メリア。何諦めてんだよ。お前にとって。ダンバン。ならやることは一つだ。ええ、しかし。俺たちはホームスだ。あんたらの勝手やっても構うまい。気にするなって。じゃ、そう。
Thank you.
往生際の悪い連中だぜ。古代ハイエンターの残した無人機、これで終わりなら良いのですが。古代生物です。我らを敵とみなしているのでしょう。これから会いに行く野郎の手下ってか。おそらく。ちっ、めんどくせえ。あれが監獄島だ。監獄島へは転移装置。うん、だが封印を封印。監獄島への道は2つの封印によって塞がれているのだ。これを解除する。わかった。急っ。まずだもん。
抜かないで。戦う前から Yeah!
騎士兵、それにあの周りを飛んでいるのは何だ？こっちに来る。あ！なんだこの生き物は。これはおそらく巨神界最古の生物の一種だろう。コート周辺から出土する化石でしか見たことはなかったが、よもやこんな場所に封じられているとは。ここを守っていたのか。そこまでの知能があればな、こいつらからはもっと原始的。何かって、自分たちのそんな排他的な本能、みたいなもんかな。まあ、考えてる暇はない。監獄当人の
指し者守り手も長くは持たぬか。あやつらがいずれはコートに。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス、ドゥクーナルグナース。このようなものが封じられていたとは。高家の長か、久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。この光は。